おや、お主は先日の。ああ、こちらにいらっしゃいましたか。モンティシェーニュ学長、先日は大変お世話になりました。お主らも来ておったか。いやー、あれは災難じゃったのう。どうにか軽い措置で済んでよかったわい。わしは教え子たちのなぜを極力封じたくはないからの。本当にありがとうございます。あの後バルデシオン文館の方にもいらしてくださったとか。うん、ガラフやルイゾアの孫たちに会いたくてな。まったく大きくなったものじゃ。サーモン会での受け答えを聞いたとき、ジジイを代表して泣くかと思ったわい。お主もこの子らやあのマトウやババアの弟子まで連れてよくもまあうまくやっておる。うちの教授たちにくせ者の扱い方を一つ伝授してほしいくらいじゃ。学長、折り入って相談なのですが、哲学者議会の思惑や重大な役目というものについて何か教えてもらうことはできないでしょうか。残念ながらそれはできん。わしも議員の端くれとして決定に従うことを誓っておる。あるいは話そうと思ってもできないと言った方が正しいかもしれんがの。わしらが代々継いできた使命は果てしなく重い。不用意に明るみに出れば世を大きく混乱させかねないものじゃ。よって議会の承認を得なければそれについて話せないという秘匿の魔法がかけられておるのじゃよ。そんなことができるものなの？あでは久々に講義をするとしようかの。みんな席に座りなさい。おほん、ではまずエーテル学の基礎をおさらいしよう。我々のような生命が有するエーテルは大まかに3種類に分かれておる。魂、記憶、そして見事、正解じゃ。多くの人にとって最も身近なエーテルはまさにその生命力じゃろう。魔法を使うことで発散させたり食事から摂取したりと日常的に消費と補給を繰り返している。とても流動的なものじゃ。一方で魂はそうそう変化をすることがない。そして記憶は魂と固く結びついているのじゃ。
あくまで例えじゃが、魂を紙、記憶をそこに書かれた文字と考えると分かりやすいかもしれんの。さて、そこに記憶と同質のエーテルを強く放射したらどうなる？下に書かれた文字が、記憶が読めなくなる。まさにそういった理屈で、記憶を封じたり、それにまつわる行動を制限する術があるのじゃ。実は近年、この現象が大規模に発生した事件があった。何かわかるかね？エオルゼアの人々はダラガブから現れた竜が世界を焼き尽くしたところまでは覚えているという。しかしその後どう再生したのかについては一様に記憶が曖昧だと証言していた。正解じゃ。それが偶然に起きたことなのか、誰かの意思でなされたのかはわからんがの。しかし、記憶に干渉する術はシャーレアンにおいても禁忌のものとされておる。哲学者議会にしても新たな議員に九段の使命を告げた時のみ秘匿の術をかけているのじゃ。それを乱用して民を操るようなことは断じてありえん。どうかそこは信じてほしい。ちなみに、そうして塗りつぶされた記憶が元に戻ることはないのですか？議員にかけられている秘匿の術に限って言えば、議会で9割以上の賛成を得れば解除でき、黙するしかなかった真実を自由に話せるようになる。その機会を得られなければ正解に帰るまで待つしかないの。正解では全ての魂が現れる。まずは汚れ、すなわち魂や記憶に付加されたものが消え、ついで記憶が溶けて消えるのじゃ。ごくまれに消えない入れ墨のように残る記憶もあるそうじゃがの。現れた魂はどうなるの？ほどけて無垢のエーテルとなり、いずれ別のエーテルと結びついて新たな魂を形作るとされておる。一方でほどけないままで物質界に流れ、別の生命として再誕する可能性についても長年提唱されておる。わし個人としてはいずれかが正しいのではなく、どちらの場合もありうると考えておるがの。さて、お主らを地の深淵に突き落としたところで、今日の講義はここまでとしようかの。
かような理由で協力はできんが、魔法大学学長として見込みある和光度に学びの援助をすることはできる。皆がここフェノメノン大講堂を利用できるよう取り計らっておくとしよう。卒業生のみならず、バルデシオン委員会の協力者についてもな。職員のキー・アリアポーに聞けば、共に切磋琢磨できる学友も見つかろうて。大いに学び、楽しむがよいぞ。